どうも、高井です。自分への嘘、その場をしのぐため緊急解放。人が自分に対して嘘をつくという行為は自己防衛の方法だと今まで思われてきたわけですが、そもそもなぜ嘘を見抜くという能力を磨いてきたのかっていう、その背景には先人たちがうまく自分自身に嘘をついて欺いてきたからです。これを、あ、そうだよねって一言で言えるのは、隣の中国の進学事情ですけど、大学入試の試験っていうのは、大人の中国って超学歴社会なんで、親もこぞって助長して勧誘行為するんです。しかも、最新のテクノロジーを利用して、うまくカンニングをこっそりこっそりと見つからずにやる。そして自分の能力以上のものを子供たちに引き出させて入学を受からせる。そしたら、学歴が手に入るよね。まあ、その人にその後に就職に行き着く前の能力があるかどうかはわからない。だけど、一時的にその試験を突破することは可能です。著者は、こんな事例があるよ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 って言って、最終的に、これだけ事例を言ってきたんだから、まあ分かったよね。って悟ってよねって感じの、そういう事例の付け方をしてる。アメリカの病院でこんな実験をやっていました。半分の患者さんには、医療サービスは無料でいいですよ。もう半分の患者さんには、サービスは全て有料ですって。結果何が起きたか。無料の人は、有料の人と比べると 45% も過剰に医療サービスを利用していたことが分かりました。無料だからそうなっちゃうかなってことも分かります。少し話を変えますね。皆さん、お子さんがいる方は、お子さんが小さければ小さいほど、9時になったら、夜9時になったら、もう夜遅いから早く寝ましょうねって寝かしつけてると思うんです。ところが、これって、9時に寝かしつけることによって、9時以降の夜の時間を自由に満喫できるわけですよね。ゲームやるってこともできるし、私みたいに読書をするってこともあるでしょう。自分自身の自由な時間が手に入るっていうことがあれば、そりゃ寝かしつけた方が得だよね。もしお子さんにこんなこと聞かれたらあなたはどう思いますか？ねえ、性知識教えて。そしたらおそらくほとんどの人は、ほとんど親御さんはこう言うんじゃないかな。それは大人になってからにしましょうねとか、まあ、もごもご言い訳をして、あえて遠回しに、お子さんに対して、それは将来にしましょうねみたいな話をする。ところが逆に冗談は聞かれてなくても言いたくなるっていうのが人みたいですね。これは、ああなるほどねって、まあそれはお笑いの方向へ行けばいいですね。コメディアン的な。水泳の選手の話をしましょうか。水泳の選手、つまりプロの水泳の選手の話なんですけど、プールの中でおしっこするらしいんですよ。匂いを催した。トイレに行くのも嫌だから、まどろっこしいからトイレ行かずにプールの中でする。この事例を見た瞬間に、何言ってんのみたいな。まあ冗談に感じたんですけど、どうやら本当みたいでね。プロの水泳選手に、トイレというか、プールの中でおしっこをするんですかってことをインタビューで聞いた時に何て答えたか、ほとんどの人はやっぱり、いやいや知るわけないでしょ、そんなことしないですよって言うんですけど、一部の人はそんなのやってて当然じゃないっていうふうに感じる。そうやって言ってくる。なるほどなーって思った。慈善事業っていうんですかね、ボランティアで寄付をするときに、相手が美人な人だったら大きく寄付するみたいな、相手に好感度を持ってもらう、好意を持ってもらうために寄付をするって話が出るんですよ。皆さんもそういうことないですか？相手がかっこいい男性だったらこうしたい、こうするみたいな。逆に女性だったらかっこいい男性にはそうするけど、じゃあ男性側だったら美人な女性に対して優しくするみたいなことないですか？
相手に好感度を持ってもらうためにあえてそういうことをする。まあ別にそれが誰にでもするっていう人がどれくらいか分かんないですけど、まあ、相手の顔がイケていたら好感度の高まる行動を取りたくないですか。そんなような話でまとまってるわけですけど、おそらく読んでる人は得するような情報はないかなっていうのはこの本を読んでの印象です。で、逆に人の下心ってそういう風になってるんだっていう、その闇の部分に触れるきっかけになると思います。自分自身を見つめ直す上でもいい本かなと思うので、読みたい人は読んでね。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。